かつて Z 戦士たちに敗れ去り地獄に落ちたドクターゲロは新たに人造人間17号を作り出し、この世の17号と合体させる究極の人造人間スーパー17号として復活した彼は孫悟空抹殺に動き出す。どんなエネルギーも吸収してしまうスーパー17号の前に苦戦する悟空だが、親友クリリンが殺されたことを知り、悟空はかつてない怒りを爆発させる。かつて悟空により野望を砕かれた二人の科学者が地獄で手を結んだ。彼らの手によって作られたもう一人の17号が悟空抹殺と地球制圧に向け今動き出す。この木は18号さんと同じ木だ。あなたは17号さん？まずは貴様から殺してやろう。なんだって？地獄から溢れた力でパワーアップした17号の前にトランクスも歯が立たなかった。なぜこんなことを？孫悟空に復讐するためだ。悟空さんに復讐？悟空に伝えろ。俺たちと戦う勇気があるなら一人で地獄に来いとな。トランクスを倒した17号は次なる獲物を狙い飛び去るのであった。